ご視聴ありがとうございます。トロフィー深夜の学校に骸骨を完了します。まず、3階に行きます。時間を19時から24時に設定して、2に進んで、右から2番目の部屋に入ってください。中にいる4体の骸骨を倒します。カチカチ。やめて、痛い。カチカチ。ほねー。やれたな。骸骨は、もう一体いて。そいつとは、理科室に行くと出会います。理科室は、2階にあるので、2階に飛んでください。理科室に入って、人体標本の骨を倒します。近づいたら、動いて、骸骨にダメージが入るようになります。カチカチ、ふげ。トロフィー骸骨を5匹倒す完了です。ご視聴ありがとうございました。評価、チャンネル登録よろしくお願いします。